どうも、フットアーティスト潤です。今日はですね、ゲストに、ニコラさんをはい。迎えまして、フットボールトークをしたいと思います。今日ニコラさんに来ていただきました。ニコラさん、まず12月になりましたので、はい。ちょっとクリスマスシーズンということで、ちょっと僕のアミーゴ、ニコラさん、まずお店をやってます。ニコラさんのお店が葉山にあります。ちょっとそこのお店を紹介してください。はい、どうもニコラです。Bonjour. ça va? そうですね、今年の2月から、一式で、あの葉山の一式で、お菓子とチョコレート専門店のお店をやってるんですね。あの、まあ、タルトとキッシュとチョコレート、あのいろいろやってるので、ちっちゃいお店ですけど、あのちょっとフランスのラベンダーの畑のイメージしたお店で、あのちょっと紫の壁があって、あラベンダーの、そのイメージなんですね。そうなんですよ、そうかわいいお店なんで、ぜひ来てください。実はですね、ニコラさんの、出身の、まあ、フランスが今回ワールドカップを優勝してます。フランス、ワールドカップ優勝で、実は僕ですね、ちょっとニコラさんとのこの良き思い出をちょっとお話しさせていただきたいんですけど、はい、いいですか、あの日を振り返っていいですか。あ、もう何回もやりました。ですね、今年のワールドカップ、まあ、見事にフランスが優勝しましたけど、大チャンピオン入門2回目ニコラさんのお家でちょっと実は決勝を一緒に見させてもらって、そうね、ニコラさんがピザを焼いてくれて、ちょっと僕はコーラを飲みながらもう幸せな時間を過ごさせてもらったんですけど、はい、まあ、何がすごいって、ニコラさんの家で、インターネットでフランスのねやってる番組でワールドカップを流してもらって、で日本のテレビでやってる決勝を両方こう、ね、2回戦というか見させてもらったんですけど、フランスの優勝を決定した時のフランスのテレビの盛り上がり方が、ちょっとやっぱ日本人としてはもうあれは僕はすごいの衝撃を受けた。よかったね、本当にすごい、やっぱりもう国民性が違うやっぱあそこが辺がやっぱりその文化の違いも感じたし、でさっきもちょっと話をしてたんですけど、ワールドカップ優勝して凱旋門でフランスがパレードをしてます、集まった人数が、なんと60万人です。そう、日本がもし優勝しても60万人絶対集まんないよ。集まんない、いや集まってほしいけど今60万人集まんないでしょ。そうやね、ならないと分かんないことが、あの98年、なった時、初めて、もうこうなるともうみんな分かんなかった。すごい、また もっと多分60万超えたんだよね、あの時。もうその時は初めて、初めて、そう次男ね、そう次男ね、あの時もうフランス全体が一つになったっていう、あれも初めてだったし、やっぱスポーツの力、サッカーの力、最高です、最高です、最高ですで日本より国土がフランスは倍で、人口が日本より半分、それで60万人集まるっていう ねすごいですよ、でその決勝の優勝を決めた時のニコラさんがもうテンションが上がりまくりで、僕キスされましたからもうでテンションマックスのマックスでしたもんね。もうやばかったね。そりゃそうですよ、ちょっと記憶が、我が子がね優勝したらそうなっちゃいますよ、はい、そうね、そうなんですよ、そんな思い出をですね、ちょっと今年最高な思い出で、はい、もうありがとうございます。本当に私ももうすごい嬉しかったよ、だってどう見るか、一人でテレビまで見ても盛り上がらないし、ねえだからフランスの家族も遠いし会えないし、だから一緒に見ようってね、言ってくれた時すごい嬉しかったよ。嬉しい。じゃあ実はそのタイミングで、実は僕のお家に
あのフランス人の家族が友達なんですけど、うん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 、レミっていうのがね来たんですよ。でそのレミと一緒にニコラさん家に行ったの、うん、でレミはどっちかっていうとおとなしい性格だったのそれまでは。そしたらその決勝の時のレミがもう人が変わっちゃったのよ、おとなしいレミが。 それもねやっぱそのスイッチの入り方がすごいなっていうのを感じました、うんね、そうそう、はい、最高の思い出ですね最高でした、はい、でちょっとニコラさんの、日本に来た経緯とかをちょっとお話をしたいんですけど、はい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 、ちょっと日本に来たお話をしてください。あ、私はね、まあ、よく聞かれるんですけど、なんで日本に来たのって、うんうん、実はカレンダーがきっかけなんですよ。うちのお母さんね毎年どっかの国のカレンダーを買って、で子供の部屋に飾って、で、まあ、いろんな国があって、である時日本のカレンダーが来て、うん、で写真があるんじゃないですか、うんうん、ね、写真あるでしょ綺麗な写真で、あとでそれが言うか、突っ込むか、あとで突っ込むか、カレンダーでもうずうずしてるからそれで、そのカレンダーに金閣寺とか、はい、富士山とか、うん、桜とかの写真があって、ザ・日本の写真がね、そう、もうフランスにない風景なんですよ、うん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 、でそれを見て感動して、やっぱり本物をいつか見たいなって自分の中で約束して、で、まあ、田舎のもんだったから、まあ、しばらく日本に行けなくて、で、18歳ぐらいの時に軍をやって、でその時に日本とフランスの国際なんかイベントみたいなのをやって、そこで初めて日本人と会って、ですごいのが親切だなと思って、うん、そこから週に1回日本語をちょっと習ってて、日本語上手ですね。メッシ。で、そこからもうもっと気持ちが大きくなって、うん、やっぱり日本に行かなきゃ、行かなきゃ絶対行くよと思って、で最初は2週間旅行で行って、うん、やっぱり企画寺を見て、いやもうここだなと思ったんですよ。日本だなというね。私の人生はフランスじゃない。うんうん、もう日本だよって、うん、もう信じて。で2年後ウォーキングホリデービザができて、フランスと日本で、それすぐ頼んで日本に来たのは、いつも言うんだけど2000年1月16日、うん、日付が私の人生が変わって、もうそこからもう今までもう18年経って、うん、結婚して子供も4人いて、もう最後まで葉山ライフを今共にね、そうなんですよ、過ごしてます。そうそうそう、いやいいでしょ、日本はいいでしょ、日本もう最高日本大好きでいてくれてます、本当に嬉しいです ね、この言葉は、はい、うん、であとちょっとニコラさんの、はい、お出ししている、ま、ケーキ、うん、タルトだったり、うん、作品を今日実は持ってきてくださってます。そうなので、ちょっとここに来て登場していただいていいでしょうかおーイエーイ、このニコラさんのこの作品たち、はい、すごい綺麗。ちょっとこれアップとかしていいですか？後で撮るかね。ちょっとこれがまずタルト。そう、綺麗。タルトね。ね。細長くて形も結構ユニークで、うん、で食べやすいですね。そうそう、食べやすいし、私はやっぱりまあ、フランスでね、ハーブを使って育てられたんで。あとフランス料理もね、ハーブで出汁を取る、うんね、和食はね、その鰹節とかそういうのだけど、フランスはハーブから出汁を取るんですよ。あ、なのでまあ、お料理にねよく使うけど、スイーツにも実はハーブは合うんですよ。うん、これは見えるかな、緑のクリーム、うん、はい、何のハーブですか？これはバジルのカスタード。バジルのカスタード。そうバジルとケーキのコラボレーションそうそうそう、ジノベーゼじゃないの、うん、で味がもう全然変わるんですよ。うん、もうお料理と全く違うもので、うん、もうこれでもうファンがいっぱいいるんですよ。ちょっとじゃあ僕ちょっとこれ実はプレゼンしていいですか？これ僕が大好きなモンブランタルト、これいつもニコラさんとこ行ったら絶対僕これ買うんですけど、これめちゃくちゃ美味しいですから、モンブラン好きの人は
ここ通ってほしいです。ぜひお願いします。全部フランスの栗を使ってます。あ、で中にね入ってるのね。そう、中のマロングラッセの粒も入ってて本当にうまいですこれ。でこの金はヘゼルナッツね。ヘゼルナッツを 金粉でなんかまぶして。本当にねニコラさんこれ手間暇かけて作ってますから。パティシエだけじゃなくてショコラティエ。そう、じゃあこっち行きましょう。葉山のショコラティエにもなろうとしてるんです。このチョコレートって言えないもう宝石、うん、宝石なんでこんな綺麗。なんかでもこれ味噌が入ってるのがあったりするって聞いて、うんうん、そうですそうです。この白いのがあのジャンドゥイヤとあの味噌キャラメル。フランスにあのよくあるでしょ、塩カラメル、塩の代わりにお味噌を入れたんですよ。ちょっとしょっぱさもあって、これはでこれはこのハヤマという名前、これハヤマという名前で、なぜかというとうちあのが育てるローズマリーとハヤマの石井さんという方が作ってる蜂蜜、ハヤマの蜂蜜が入ってるんですね。その2つを使ってなるべくあの地産地消でお店をやっていきたいので、まあ、葉山の蜂蜜、葉山のしらす、寿司の赤木とかだったり、葉山野菜とかもね使ってるんですよ。ちょっとこれ見え後で見てほしいよ ね。このツヤを出すのに3日かかるんですよ。3日間いろんな作業をやってこの結果なんですよ。1日で作れないんですよ絶対。そうですよね。これはすごいよ。もう食べるのもったいない。食べないのももったいない。本当にこれはやばいです。ちょっとこれは後でまたいただいていいですか。はい、もちろんどうぞ。これは紫芋。そう、あの鹿児島の紫芋。鹿児島、九州。そうで、あの色は自然の色ですよ。全然あの色粉とか入れてないんですよ、ね、で下がそれで取るんだ。うわすげえ。あ、すごいいいね。そう、これはあの葉山の海のイメージです。あの波、海の波。これが葉山です。名前これ全部名前ついてるね。あの全部違うんですよ。そうそう、葉山はこれだけ。これはこれは味噌キャラメル。この辺もこれは、アールグレー。アール紅茶。そう、紅茶で隣がラズベリー。ハートがラズベリーですね。これは名前はカオス。カオス、カオス。食べたらもうカオスいっちゃうぞ。っていうことは味がどういうこと。味はですね、オレンジのジャムが入って、その中にディールのハーブとピンクペッパーが入って、さらにもう一層がブラックチョコレートのガナッシュ。大人。そう、食べる時にその味がぶつかってきてカオス、カオス。でもこれがもう一番人気、葉山と、この数が一番人気なんです。もうチョコレート好きの中でこれです。すごいよこれは。本当に隣はイチゴバジルですね。うん、あ、真ん中に緑の線が入ってるのがバジルかな。そうで、これはあのジャンドゥイヤ、これはすごいよ。これが一番あのお店で一番人気ですよ。ユズレモンエストラゴン。エストラゴンってあのフランス料理によく使うハーブですね。もう定番のハーブですよ。で柑橘系とすごく合うんで。さあこれはもうぜひこれは生で見てほしいですね。ちょっとお店の営業時間なんかもちょっと教えてもらっていいですか。そうですね、基本的に一人で作ってるんですよ。なのでと定休日が月か水、3日間が必要。全部あのこれだけじゃなくて、お惣菜もあってキッシュもあって、焼き菓子もあって、全部一人で作ってるので、月火水休み で10時から18時、で金土だけ19時まで、あといろいろ催事も。催事もはい、あの毎月、寿司駅前の鈴木屋、毎月必ずやってます。あそこも常設してます。火木土下ろしてるんですよね、担当。あとは百貨店も終わったばっかりなんで、今年はもうない百貨店は、
でそして、まあ、12月ですからクリスマスケーキ、はい、ニコラさんが作るクリスマスケーキはちょっとどんなのかちょっと教えてもらっていいですか、はい、もちろん、3つあるんですよ実は、1つがあのショートケーキ、でショートケーキはあのうちの店で有名な姫様の卵、三浦の卵、あのプリンを作ってるんですけど、うん、それを使ってスポンジにして、で生クリームがジャージー牛の生クリームあれはもう超珍しいんですよ。1本2500円ですよ超高級生クリームですよ。でもショートケーキは通常の値段だよ優しいニコラで、あのそれをスポンジにして、はい、でイチゴも、最近先々週三浦の、イチゴを作ってる方と契約して、はいはい、三浦のイチゴを使ってます。でもう一種類が、ムースケーキ、ラズベリー、まあ、ベリー系、うん、でもう一種類があのビュッシュ、あの長いフランスではよくある長いケーキ、あの木の枝みたいな、うん、それの形のちょっとモダンな感じで、そうジャンドゥイヤと、ヘゼンダツとかそういういろんな味です。それ予約とかもできるんですか？そう、20日まで予約ができます。12月の20日まで。12月の20日まで、はい、ぜひぜひ皆さんちょっと予約をしてください、はい、その辺は予約の方法とかは、方法はあのお店に来てくださいSNS とかネットはダメです。あ、そうなのね。そうです、あの予約の時に支払いしていただいて、なるほどなるほど、であと受け取るだけ、OK、という形になってます。じゃあちょっとぜひ皆さんお店に行っていただけたらと思います、はい、待ってますでちょっとさっきニコラさんがカレンダーを見て人生が変わったと、はい、うん、そうですいうことをお話をされましたけど、そうなんです、ね、ちょっと私もですね、はい、カレンダーを作りましてちょっと見てほしいんですよ。はい、ご存知ですよ。ありがとうございます。ニコラさんもサッカーが好きで、ちょっと僕の作品見てもらいながら、そうだからこういう素敵な風景を見て、うん、私の人生が変わったんですよ。だから絶対ね、あのこの写真も見て、どこかの、ね、少年がねその写真を見て、ね、自分の写真を見て、うん、あ、私がこれがいいんだって、うん、多分気づく子がいるかもしれないよ。いや、そんな子がいたらめちゃくちゃ嬉しい。このカレンダーはこういう力を持ってるものだからね。本当あったかい言葉です、ね、嬉しいな。いや、ぜひあの頑張ってほしい。いや、本当頑張りますよ、ね、うん、頑張ろうよ、はい、あ、素敵じゃないの、もう見てください。ぜひ本当に見てほしいんですよ、ね、カレンダーでね、人の人生を変えてやろうっていう、自分の人生もカレンダーで変えてやろうっていうねあの気持ちでやってますので、ね、うん、ぜひ本当にこのカレンダー、うん、僕このも年内、販売してますので、僕のホームページの方から買えます。ぜひ皆さん見てください。そしてニコラさんの作品もぜひ、じゃあ葉山にね来てもらって。そうですよ、うん、ね、ちょっとじゃあこのね6月とかは、これ葉山の一色のビーチですか。あ、いいね、この一色のビーチも綺麗な夕日が海に沈みますので、ね、ぜひ見に来てください、うん、以上、本日はニコラさんをお迎えしてフットボールトークをお届けしました、最後までご視聴いただきありがとうございます、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。チャオチャオ、チャンピオンディモード